アステロイドズはスマートウォッチ向けに設計されたオープンソースのオペレーティングシステムである。いくつかのウェア OS のファームウェアを置き換えることができる。アステロイドズプロジェクトではハックユアリストを標語としている。2018年5月15日に最初の正式版であるアステロイドズ1.0がリリースされた。アステロイドズはオープンエンベーデッドを利用した組み込みリナックスのように 構築されており、Linux カーネルとシステム D 上で動作する。アステロイドズには、メールや、ネモ向けに開発されたリップスティックや、MCE などのモバイル Linux ミドルウェアが、含まれている。アステロイドズの、ユーザーインタフェースは、Qt5 によって書かれている。アプリケーションは、QML で書かれており、グラフィックコンポーネントとして、Qt クイックと QML アステロイドを利用している。 キューティークレアトールに統合されたクロスコンパイラを備えた SDK はオープンエンベデットから生成することによって容易に開発をすることができる。アステロイドランチャーはウェランドコンポジターでカスタマイズ可能なホーム画面でアプリケーションウォッチフェイス、通知、クイック設定の管理を行う。アステロイドランチャーはハイブリス互換レイヤー上で動作しバイオニスグップドライバーを利用する。 アステロイドズは、ブルース5上で動作するアステロイドトゥシンクドと、Bluetooth ローエネルギー同期機,機能を提供する。リファレンスクライアントであるアステロイドズシンクを、Android ユーザーは利用することができる。アステロイドズ1.0で、デフォルトでインストールされるアプリケーションは、以下の通りである。ありがとうございます。